ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで次は今のお願いはこんな感じです。超絶放題、乗り放題、イエーイ。飛行船のコースを作ってみたよ。私もこんな飛行船が欲しい。この手紙を受け取ったあんた、ゴールできるか試してみて。美少女な研究者、自分で美少女と言うな。ではお気をつけて。超絶放題、乗り放題。空、空なの。あ、自動スクロールキレイや、マジか。ちょっと待って、あ、これで、あ、なんかあれか、え、なに、どれ、あ、ちょっと待って、え、めっちゃびっくりしたんやけど、なんだひえ砲台抱えてんだけど、いやー、これは、は、超押し返された、押し返されたよ、ちょい。やめてよ、超絶放題、乗り放題。とりあえずここで一旦待っといて、一回目の分待っといて、で、はい、これでキノコ、よいしょ。待って待って、ひえー、ちょ怖すぎるんですけど、あ、でもこれぐらいのタイミングで戻ってくるんかい。なんか下にも道ある、ひえー、ちょ待って、ちょ待って、こいつあれじゃない、上に乗った方がいいんじゃない。なに、びっくりしためっちゃびっくりした。多分こいつも上に乗って、なに、あー画面から消えないで。チョロプーにやめてよ、やめてってば。やっぱり乗るのが一番安全なような気もする。いいよ、あの子には乗らんといかんよね、やっぱり。ここ行こう。へい、ありがとう、中間だわ。ここ絶対、ですよね、キノコですよね。あー、キノコが取れなかったんですけど、ありえない。え、なに、どうやって行くの、え、あ、砲台に乗る感じ、砲台じゃない。あの、弾に乗る感じや。超絶砲台乗り放題、めっちゃ難しいやん、やば、動くし。そういう感じ、ちょっと待って、キノコが欲しい、あったところでな感じも、にゃー、え、めっちゃ難しい、ちょっと待って、そういうの苦手なんですけど、超絶放題乗り放題で、まあ一個ずつ渡っていくのが確実かな。今ちょっと飛ばそうとしたらダメやったちょっと調子に乗ろうとしたらダメやった。ほら、もうこうやって確実に行こう、私。え、やばくない？え、やばくない？え、これもしかして乗り継いで行く系ですか？やめてよー、マジかー超絶放題、乗り放題。ここを乗り越えて、またさらに乗り継いで行く系があるんですか？いやー、やめていただきたいわ、ほんと。ほんとやめていただきたいわ。ふう、じゃあこっちのこの大砲の雨は痛い、めっちゃ踏んだわめっちゃ踏んだわ。はい、よっ、怖っ、ひえあ、これはもう普通に避けたんでいい感じよね。あー、ゴール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 、もうあの足元でいいけん、あの旗つかも。超絶放題、乗り放題、ゴーゴー、行くよ、まだ大丈夫、まだ余裕はある。はい、ほい、へい、はい、へい、
よし、いける。いいよ。はい、来て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 。よいしょ、オッケー。さあ、次はここか。はい。はい。はい。オッケー。この先、あやったー。いやー、このステージのおかげで私はスーパージャンプを習得しました。ふう、スーパージャンプのために必要なコースやったわ。だってあっこスーパージャンプなかったら絶対クリアできんとこやもん。今のお願いこんな感じです。じゃあ今回は、ヒエヒエツララ、ツラランド。子供たちのためにツララのコースを作ったんだ。でも加減がよくわからなくてね。誰かちゃんとゴールできるか調べてくれないかな。体育の先生。子供たちのためなら加減よくわからんかったらダメやん。怪我するよ。ヒエヒエツラランド。ツララランドかと思った。あ、これか。そういう感じか。なるほどね。よいしょ。もう落ちていいんじゃないかな、君たち。はい、来たー。いいよ。これは、崩せたりとかはしないのね。なるほど。へい。ゴーゴーゴー。待って、これは。はい。あー、やべえ。うわ、びっくりした。超巨大になった。超巨大になったけど、え、これでこの先に進むわけではない。あっこを壊すってことか。あー、ちょっと待って、ちょ待って、もう一回もう一回もう一回。はい、超巨大になりまして、で超巨大になった上で、ちょっと待って、ダメなんやって。超巨大に、超巨大になって、よし、戻って、あっちになんか行けるところがあったよね。はい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 。あ、これ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 、そう、この土管、この土管。はい、オッケー。中間、普通にジャンプしただけで崩せるとかも最高か。これバネ？へいへい。つららは大丈夫？ない？あ、またしても超巨大や。これ引き上げられる感じ。おお、めっちゃいいやん。かっこいい。あ、やばい、これ。逆にさ、超巨大であるがゆえに、よいしょ。崩したら進みづらいようなところまで崩してしまいそうな感じがして怖いよね。あ、ちょっと待って。はい、超巨大。はい、来た。超巨大にしてさ、じゃあの、あ、やばい。ちょっと待って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 。はい、オッケー。超巨大がゆえに、あの、ステージがなくなりそう。ステージがなくなりそうよ。怖い怖い怖い。え、これで？ほほ、崩すのはここか。はい。ほら、多分ここ地面ないやろ。怖。ゴールやー、やったー。崩してしまったー。どっからダメージ受けてから来た方が良かったかな。あ、でも直前のとこ崩さんといかんかったけん無理か。イエイ。お、2000いったけどどう？お、作れるものがあります。やった。作業員が帰ってきたみたいですね。トイレにしては長すぎです。どんだけトイレ行くん、みんな。それをさておき、新しく作れるものが増えましたよ。お、ステンドグラス。じゃあ本当に作っちゃいます。え、っていうか、ステンドグラスなんや、あれ。オッケー、それじゃあ工事スタート。
まあ、そっか、表にただの絵は飾らんか。ステンドグラスどんだけかかるん？そんなにかかるもん。ステンドグラスの工事始まりました。さあ、お願いの方をどんどん叶えて工事を進めましょう。新しいお願いまた増えたの？マジで？マリオさん、新しいお願い来ました。んー、ということで、ピョンチューマンション。ピョンチューって何？ピョンチューをいっぱい置いたんだぞ。ゴールできたらご褒美だ。ヒントはそうだな、お前がジャンプしたらピョンチューも真似してジャンプするから、それを利用するんだな。匿名希望。それではよろしくです。ピョンチューって何？ピョンチューマンション。とりあえず一緒になってジャンプするということは分かった。ネズミ？これピョンチューっていうんや。初めて見た、かわいい。ちょっとあ、ちょっと待って。はい、ちょっと待って、もうちょっと。はい、違うな、ぶつかる直前。はい、ちょっと待って、もうちょっ、あ、オッケーオッケーオッケー。はい、行こう。こっちを攻撃してくることはないな。あ、戻った。ちょっと待って、戻らないで。なんか可愛い世界観やね。なんか出てきたんですけど。ちょっと待って、邪魔だな。まあ一応やっつけることはできるんやね、こっちが。めっちゃ運動しうりやん。あ、おお、吸い込まれた。羽ついてるよ、羽。あ、羽がついとるとなんか浮遊時間が長え。あー、痛い。踏みつぶされ、帽子がなくなったよ、マリオ。待って、これは危険なやつ。え、私ジャンプしてないですけど。お、鍵が必要なんやね、ここ。お、ちょっと待って。はい、あ、鍵やった、ゲット。ね、向こうにさ、向こうに、ちょっと待って、これ壁キックできるんじゃない、もしかして。できん。あ、て、ほらほら、やったはい、鍵。これは、ここに行くと、こうこう、ちょ待ってね。この子たちは羽がないから。あ、なるほど、上向いてきよんか。あれ、滑り降りて弾き飛ばすことはできんと。やっぱりここは坂道ということを利用して行くしかないと思うんだけどね。どうよ、こんなゆっくりでも行けるんや。マジで、マジで。え、こっちはこれで、あ、すごい、上向きで行けるんや。へー、ほい。これはきっとキノコのはず。よし、このタイミングでのキノコ嬉しい。はい、あ、ここに、あれはいけるんかな、いけんやつ。え、いけなさそう、やめとこうこっちに行きます。バネやん、めっちゃ。じゃ、この辺は入れんやつなんかな。よいしょ、おー、やった、正解へい。なんかあれ上に行けそうやった。ちょっと待って、上に行けそうやったよ、なんか。あ、あ、ワンナップ。痛い痛い痛い、逆に踏まれる。あの上はないんかな、ここからね。でも一応ワンナップはゲットできた。よいしょ、やった、キノコ。ふう、あぶねえあぶねえ。よいしょ、ふう、頑張って。せい、やったー、一番上、嬉しいイエイ。
ふう。めっちゃ頑張ってるね。ステンドグラスってそういう作り方やっけ？わからんけど。わからんけど、そういう作り方なの。逆に破壊してそうな勢いやけど。あと 7%。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。スーパージャンプができるようになったらものすごく収穫だと思う。ね。